の愛知です。今日は12月13日今撮影をしてるんですが、センター試験まで約あと1ヶ月だったりとか、で、中学生の方、高校入試の方も、私立入試が、来月始まったりする方もね、多くなってくると。で、その受験が終わるまでに、メンタルがやっぱり安定しにくいですよね。不安だったり焦りとかあると思うので、で、メンタルの面でちょっと整いやすいというか、そういう話を少ししていきます。で、今回の動画の冒頭に、昨日の勉強内容、何やったか覚えてますかっていうのを出たと思うんですけど、皆さん実際どうです？ちょっと考えてほしくて、これは本当に。で、それがもしパッと出てこなかったりする方は、もしかしたら勉強がこうなってるかもしれないっていうとこがあって、このね、受験が切羽詰まってくるとですね、勉強とにかく量をこなしていこうっていう風に発想が行きがちです。間違ってないんだよ。勉強は量が必要だからね。でも、量より質とか、質より量とかっていう話になるじゃないですか。で、これは両方やっぱり持ってなきゃいけないんですけど、この部分を無視してしまって、とにかく量をこなそうとなりすぎている方、そっちに振り切れちゃってる方なんかは、もしかしたら昨日の勉強内容がパッと出てこないかもしれないです。ただ、ここで、言っておきたいのは、例えば出てこなかったから今やべえんだって話じゃないんです。最初の質問がね。で、例えばじゃあ昨日みんなが勉強した内容、高校生であればじゃあ微積をやりました。微分積分やったとか、中学生だったらじゃあ二次方程式、二次関数やりましたってなった時に、昨日二次関数やったよなってパッて出てこなくても、昨日やった勉強、同じ問題を例えば類題とかを解いた時には解けると思います。ちゃんと復習してれば。だから、昨日勉強した内容はすっぽり抜けてるってわけではないんですけど、今まで自分が勉強したことを何をやってるんだっけっていうのをちゃんと抑えながらやってください。で、できることなら、今アプリとかもありますけど、ノートとかメモとか何でもいいんですけど、多分ね、じゃ今日12月13日何やりましたみたいなのを簡単にメモしておくといいです。もし勉強ノートを決めてるんであれば、その勉強ノート普通に書いてってもらっても構わないんですけど、自分が何をやってんのかっていう情報を覚えた方がいい。今最初に冒頭に質問が出たように、昨日の勉強内容もしかしたら出てきたとしても、おととい3日前、4日前ってなかなか出てこないですよね。なぜかっていうと、勉強してるから。たくさん勉強してるから、当然抜けてくんだよ。何やったかって細かい情報が。でもなんでこんなこと書かなきゃいけないのかっていうと、これが後々自信になるんだよね。人っていうのは、ポジティブな情報とネガティブな情報。自分の性格がポジティブとかネガティブとかもあると思うんですけど、ポジティブな情報。自分にとって嬉しい情報とネガティブ、嫌な情報。マイナスの方の情報ってあるじゃないですか。どっちが印象残るかっていうと、ネガティブな情報が残っちゃうんですよ。だから、勉強内容でも、できた、できなかっただったら、できなかったが印象に残るのね。勉強頑張った、サボっただったら、サボったが残るの。例えば、じゃあ3日前、4日前わからないよ。細かい勉強内容は覚えてないかもしんないけど、ちょっと YouTube 見すぎちゃったとか、休憩時間取りすぎちゃってあんまりできなかったって印象が残るんだよね。もしかしたらその前日超頑張ったかもしんないのに。で、このできなかった、サボったっていう自分に対するネガティブな情報、ネガティブな評価、こっちが蓄積していくとどうなるかっていうと、自分がダメだよねってなっていくの。で、ダメがもっといくと、受験に落ちるって。受からないよ。私なんか受かるわけない。だってサボってんだもんって。風になりがちです。で、これは、メモっておかないと、そのポジティブな情報、ポジティブで頑張った情報ね。っていうのが残らないんだよね。だから残す、ちゃんと。もちろん性格によっては、そんなんできなくても全然覚えて大丈夫ですって。自分自信あるんでって方はやんなくていい、こんなことは。でもやっぱりいろんな学生を見てきて、どっちかといえばこっちの方が多いんだよね。ネガティブな情報が蓄積しちゃって自分に自信がないタイプ。こっちが多くなってしまうから、必ずメモるようにしてください。で、できることなら、これはすごいね、自分の個人的な思いなんでいいんですけど、ネガティブになりすぎちゃうタイプの子だったら、どれだけ頑張ったか自分の評価を書いておくといいです。この日こういう気持ちの、ちっとプチ日記みたいな感じ。こういう気持ちで頑張りまして、頑張ったんだよって。で、後々それを見返した時に、こんだけやってきたじゃんってなるから。で、もちろん、そのね、ネガティブな、受験直前とかすごい気持ちがやっぱり安定しないので、どっちかといえばこっちになりやすいの。落ちちゃうかも、落ちちゃうかも、落ちちゃうかもって。だからこれを見たぐらいで、うわっと絶対受かるぜとはならないんだけど、でも、落ちちゃうと思ってる時にネガティブだけ残ったらもうそれは戻せないじゃん。でもね、そのポジティブな情報を残しておけば、でも落ちちゃうって思っちゃうけど、でも頑張ってきたからやってみようかなって、ちょっとプラスの要素がここに入り込めるから。すっごいこうなんか、なんだろう、電子的なところ、電子的じゃねえや。言葉が出てこない。なんか、ね、こういう、なんだ、レトロじゃないけど、出てこなかった。ごめん。やり方になっちゃうんですけど、でもすごく大事。こういうことは。で、これともう一個プラスで、問題集とかみんな解いてると思うんですよね。で、問題集で、例えばじゃあ1番、まあ数学でも何でもいいです。理科とか社会でもね、2番。まあこんな感じじゃないと思うけど、まあ問題番号振ってやってるとするじゃないですか。で、自分がよく捨て問題作りなさいって話をするんですけど、みんな解きますよね。初見で解いた時に、まあ正解とかさ、正解しました、×でした、×でした、正解でしたとかあるでしょ。で、自分がよくやるのは、問題解いたときに、その解いてるときにね、答え合わせする前だよ。解いてるときに、これ、収集は任せます。丸三角×みたいな感じで種類を分ける。解きながら印をつけるんです。シャーペンでね。ちょっと今赤で書いちゃうけど。×。こんな感じで。これ何かっていうと、丸は、まあ、ごめん、丸は絶対解けてると。絶対自信がある。で、三角に関しては、解けたけど、合ってるかちょっと微妙みたいなところ。あとは、問題集によってはさ、その、ポイントとかさ、ヒントがちょっと載ってるものもありますよね。で、その、まあ、例えば公式が載ってるみたいな。解の公式がここに載ってるから、解の公式使うんだろうなと思ってやったら解けましたみたいな。そういうプチヒントを使ってしまったのとかも全部三角です、自分は。で、バツは無理ってやつ。全然解けないみたいな。って感じでつけるんですよ。で、当然、まあ、丸で丸だったらいいんですよね。絶対解けるんで解けてればもちろん OK で、これはもうやらなくていいでしょうってこと。あと。だってできんだもん。あ、もちろん後で確認してもいいけどね。で、問題はここです。三角。ちょっと怪しいなと思って丸だった問題。これ絶対復習必要でしょ？だって自信がなくて怪しいって思ってる。でも解けちゃったって。これがないとさ、丸の問題って復習しないんだよね。たまたま今回できたかもしんないけど、ヒントを見たとかでね。受験本番ヒントないからね。だから、ヒントを多少でも使ってしまったりとか、怪しいんだったら絶対確認した方がいい。もしくは、ちょっと確認して、例えば解説とか読んで、解説も完璧だったと自分の中で。あ、じゃあもうやらなくていいかなと思ったら、復習しなくてもいいかもしれないけど。でも自分だったら三角丸だったら捨てないね。もう一回どっかでやる。まあその日か、翌日かはわからないけどね。復習はする。で、例えば、×。まあ、三角×でもいいけど、××とかあるでしょ。絶対無理だと思って解けなかった問題。で、それを、その後に、捨て問題にするか、自分の、攻略して力にするかっていうところの判断基準なんだけど、基本的には解説を使います。自分は。もちろんね、その問題を見たときに、あ、これは自分で頑張ればできるようになるかもしれないって判断できればいいんだけど、例えばちょっと勉強が苦手だったりする子だとわかんないんだよね。どれを捨てていいのか、どれをやんなきゃいけないのか、それは解説見る。解説を見て、で、例えば解説が長いから無理とかそれダメだよ。ちゃんとやってね。解説を読んでいって、書いてることが大体わかるとか。で、8割方わかる。ちょっと、この部分なんだろうぐらいだったらそれを調べたらいいわけじゃんか。もう全部ね、もう最初からわけわかんない。え、次何？ってなっちゃったらあれだけど。そこで解説を見て、あ、これだったら理解して何回か繰り返せばできるかもしれないって思ったら自分の力にするために復習すればいい。こうやって。たださっき言ったみたいに、解説を見ても、いや、これ無理だろ、みたいな。ってなったら、捨てちゃった方がいい。もちろんみんなの目指してるところとか、そういったものすべて加味するんだよ。偏差値75とか目指してるのに捨て問題なんか絶対作れないから。だけど、偏差値50とか、まあ、45とか50とかわからないけど、60より下だったら捨て問題作っても問題ない。だって100点は必要ないんだもん。いいかい？なんでこんなこと言うかっていうと、もちろん大事なの。全部の問題をできるようにしようっていうのは大事なんだけど、時間がないんだもん、受験までに。あと1ヶ月とか2ヶ月わからないけど、限られた時間をどう使うかが非常に大事。で、その解説をね、この問題を完璧にして解けるようにすることも大事なんだけど、わからないことが多ければ多いほど時間がかかるんだ。何に時間がかかるかっていうと、まず、この解説を理解することに時間がかかる。理解して反復するのは時間かかんないから。だって分かってるんだもん。そのやったこと、理解したことが自分で使えるかどうかのチェックは時間がかからないんだ。これを理解することが時間がかかる。だからそこで判断した方がいい。そこに時間を費やすんだったら他の問題、例えば三角×だったら多分ちょっと分かってる部分があるからこっちの方がやりやすいよね。こことここの2問を復習する方が、ここを完璧にする方が、こいつの1問に時間を費やすよりは、時間かからないし、2問分、それが直結、特定に直結しなかったとしても、2問分の知識は手に入る。時間は有効に活用できるよね。そっちの方が。受験だけに特化した話をするんだったら。いいかな。なので、今回ね、いろいろ本当は伝えたことはいっぱいあるんですけど、ぜひ、ちょっとメンタル的に不安な方っていうのは、その日やったこと。で、やったことをメモれっていうと、ネガティブな情報を書く子がいるんだけど、頑張ったことを書くんだ、ここには。いい。サボったこととかいいから、サボったことを反省するなら2行で反省してもいいけど。でもいい、頑張ったことを書く。いいね。で、あともう一個は問題集解いてる時に、印をつけながらやっていって、一問一問どれが大事なのかってチェックしていく。で、これに共通すること。っていうのは、必ず質を高めるの、勉強の。で、質を高めるってどういうことかっていうと、やったことをちゃんと定着させるの。自分の力として。量を追ってしまうと定着しないままどんどん先に行っちゃうんだよね。やったことが定着せずに先に行ってしまうと、量をこなしてるのに得点が上がらないから。なんでか定着してないんだから。自分の力にしなきゃ。自分の力にして得点を上げるために今勉強してるんだよね。だから、どっちが大事ってわけじゃないの。これはバランスだから。バランスよく勉強する必要があるんだけど、ひとまずその質を追うって、質を上げるっていうのは難しいので、自分がね、復習する必要があると思った問題は、絶対に何度も繰り返す。自分の力でできるようになるために、なるようにね。解説を見たら OK じゃないんだよ。自分の力で一人解けるようになったら OK だから。で、2回目、3回目やって、もう OK だなと思ったら×にすればいい。もう復習はいらないって。そうやってやっていくと、量はこなせないです。正直。量をやんなきゃいけないんだけどね。量はこなせないの。でも、量だけ追って定着しない勉強するぐらいだったら、質に割合を振って、定着するものを増やして、で、受験本番に得点が取れるように、するべきだと思ってますので、ぜひ参考にして、これからだとね、あんまも長くないですけど、受験勉強に活かしてもらえたらと思います。